こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。本日は久しぶりに A ホールドをご紹介していきたいと思います。もうかなり、どれぐらいやろ、半年ぐらいもしかしたらちょっと紹介できてなかったかもしれないんですけれども、もう新作がねどんどん入ってきまして、まあ、毎回お伝えしてるんですけど、 A ホールドはこう毎月こう新作がね入ってくるような感じになっておりまして、ちょうど今すぐもう結構今日とかも気温がだいぶ下がりまして、めっちゃあのニットとかもね全然着れちゃうぐらいの気温なので、今日もちょっとスタイリングでご紹介していきたいと思います。で早速私が着ているこちらの、これ実はワンピースなんですよ。こんな感じでなんか全部こうなんだろう、レイヤードしてる分かれてるみたいです。そうでしょ、まるで私がスタイリングしたかのような、実はでもワンピースなんですよね。これ全部ねこうここもつながっておりますし、ここがね、あとこのニットは別々になります。なのであのまあ2ウェイといいますか、別々にも着ていただくことが可能になっております。でニットはかなりこういうちょっとコンパクトなシルエットでございまして、これもでもめっちゃ可愛いよね、この何とも言えない袖丈こういうのってさ、なんか自分で探して組み合わせるのって結構上級者じゃないですか。でもそれをこのまとめて確かにこれできたら完成ですよっていう風にしてくれてるのってめっちゃありがたくないこれさえ着とけばもう間違いございませんっていう。今ちょうど36サイズを着用しておりますね。163センチで36サイズを着用しておりまして、結構ね、まあ、そんなにあのゆったりっていうより、まあ、ボディラインを拾わないぐらいのややタイトなシルエットなんですけど、ちょっとこうスカートもちょっとペプラムっぽいのがこのお尻周りについてくれてるので、お尻のライン、ヒップのラインも綺麗にあのカバーしてくれるようなデザインになってます。でちょっとこっちの右の前ぐらいのスリットが、はい、入っております。いい位置です。いい位置やんねなんか足が見えすぎない、見えすぎない、ちょうどいい位置にスリットが入ってくれてるという。でこの襟の形とかももうめっちゃ可愛くて、くるくるっとウェーブですね。そうなんです。でこれはこれでさ、なんか、まあ、それこそこういう感じのシャツとかと合わせて、なんかデニムとか、まあ、あえて違うスカートとかと合わせて着てもらったりとか、うん、スタイリングに幅が出そうなニットが付属でついてきてくれるので、めっちゃ使えそうじゃないこれ。オフショルみたいにもできそう。うんうんうん、全然ここはもうあの自由にあの調整できますね。これは着てたら褒められそう。そうですよね、うん、めっちゃおしゃれですよこれ、かわいい。なんか秋にぴったりの色合いと、あとこのチェックな感じこのチェックもなんか絶妙なね、かわいいよねめっちゃ。これさえあればもうどこ行ってもなんかすごいおしゃれ上級者っていう朝スタイリング組まなくていいですもんね。そう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 、もう困った時はあんまり今日みたいな感じのお助けアイテムになること間違いなしのこちらのセットでございます。はい、じゃあ次着ていきます。では続いて着てきました。こちら中に着ているこのベージー柄のボディースーツとスカートが A ホールドですね。こんな感じです。かわいいよねめっちゃ。っていうか珍しいんですよね、 A ホールドで柄物確かにあ、でもまあ珍しくもない、あるっちゃあるんですけど、あんまりないんですよね本当に。この、うん、まあメインコレクションでちょっと何品番か出てくるみたいな感じなんですけど、まあ、今回も一応なんかメインコレクションにテーマがありまして、あの日本庭園っていうテーマなんですけど、まあ、日本庭園によく咲いているお花としてこのデイジーの柄が使われております。めっちゃ可愛いよね。ちなみにこれ の、 あの靴下も販売しておりまして、靴下もめっちゃ可愛いですカラフルなやつですね。そうそうそう、可愛いんですよとこのスカート、このボリューム感めっちゃ可愛くない？バルーンスカートですね。で全然あのボリュームあるんですけど軽いのでめちゃくちゃ履きやすいです。可愛いわこれでウエストはゴムなんでめちゃめちゃ楽ちんに
履いていただけるタイプですと、ちゃんとポケット付き大事大事そうなんです。これもかわいい。でちょっとこのちゃんとこれはあの上はボディースーツになっているので下で留めれるタイプでここから出てこないっていう便利アイテムなのと、今みたいにこんな感じでインナーとしてちょっと柄をちらっと見せてもらってもいいですし、全然1枚で着ても可愛いので、ちょっとまあ気温によっていろいろスタイリングで使っていただけるアイテムですね。ちゃんとあの全部柄なんで、こんな感じで、かわいいよね。総柄なんで、このちょっとハイネックでここにもしっかり柄が入っておりますので、例えばこういうニットとか上から重ねてこの襟だけちょっと出してもらうとか、あのちょっとだけまくってこの袖からこう柄が出てきても可愛いので、こういうインナーがあるとすごい使いやすくてめちゃくちゃ便利ですね。素材感的になんかベタつく感じの素材じゃないのでめっちゃ着心地がいいです。すごい着やすいです。可愛い、めっちゃ柄もこんな感じで、アクセントになりそうですよね。上からこうジャケットとかを羽織った時もなんかこう柄が出てきてすごい可愛い感じになっております。このアンリアレイジのボールシャツと相性がめっちゃいい。ちょっと透け感があるものと合わせてもらうと可愛いです。はい、このスカートも多分めっちゃ使えそう。普通になんかブラウスとかニットとかで合わせても可愛いですし、1個持ってるとこのスタイリングにちょっとこうアクセントが出てめっちゃ使えるスカートでございます。はい、こんな感じで、じゃあ次着ていきます。では続いてこちらのニットとロンティをレイヤードして着てみました。こんな感じです。これもめちゃくちゃ可愛い。このシルエット、みんな好きなやつだよね。これ短くて袖をそう、このお袖のたゆんってした感じとちょうどいい長さ、可愛すぎるに、このドット柄がこうもこもことした素材でついているのもめっちゃ可愛くて、これも一応日本庭園のこの石をイメージしたドット柄なんで、ドットというかだから丸がちょっとだけいびつになってたりとか、大きさがこういろんな大きさのあの丸が描かれてるというか入っているんですよね。なんかこの柄で入ってるんじゃなくて立体的にポコってこのドットが入っているのがすっごい可愛くて、このグレーと2色展開なんですけど、ね、グレー分かりやすいかもめっちゃ分かりやすいよね。でこの丸がこういうワンマールだけじゃなくて、そう、こういうのが入ってたりとかして、うん、なんか丸だとちょっとこう可愛すぎる感じなんですけども、こういういろんな形が入ることでちょっとなんて言うんだろう、そんなにこう甘くならないような柄になっております、うん、可愛いですよ、どっちも。グレーもめっちゃ可愛い色やんね、これ。淡いグレー、薄いグレーですごい可愛いカラーになっております。と、この下に合わせた、これロンティーなんですよ。ちょっとゆったりめなロンティーで、この素材が切り替えになってます。下だけちょっとこういうシャツのような素材になっていて、バルーンがくっついたようなデザインになっております。なのでこういうね短めなあのニットとか、まあ、カーディガンとか合わせるとこういうスタイリングができてすごい面白いアイテムになってます。可愛いよね、これも1枚でも可愛いですね、うん、そう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 、ロンティーは本当にめっちゃ使えますからね、うん、もう今欲しい、うん、今欲しいよね、そうなんですよ、本当にあの季節的にも今もちょうど着れるし、うん、それこそこうやってレイヤードすると冬も着ていただけますし、うん、春にももちろん着てもらえますし、なんなら夏もなんか長袖半袖着るの苦手っていう方も結構いらっしゃると思うんで、あのこれね袖がちょっとここだけゆったりめなお袖なんですよ。でちゃんとここでキュッてあのリブが入って止まるようになっているんですけど、かなりゆったりめなあのシルエットなんで、そんなにこう暑苦しくなくてめっちゃ着やすいです。こんな感じでちょっとゆったりめな
キョンティーになってて、この中でこれ1枚で着ても可愛いシルエットになっております。だからでもこれはぜひね、こんな感じでレイヤードして着てもらうとすっごい可愛くて、今クロップドのニットめっちゃありますもんね、うん、そうなんですよ。でもなんかお腹冬やし出したくない方もいらっしゃると思うし、あんまりこの辺出すの苦手ですっていう方も多いと思うんで、そういう方でもクロップドニットを楽しんでいただける、確かに、そう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 。だからこれはなんか持ってて、なんか持ってるとちょっと今っぽいお洋服も楽しんでいただけるという超これも便利なアイテムになっております。あと嬉しいのはね、エホールドは結構洗える素材もすごい多いので、これももちろん洗濯機で洗ってもらえますし、こっちもね全然洗っていただける素材になっております。結構ね、なんかこんなドレスも洗えんのっていうようなものもめっちゃ多いんですよね。これはこれも洗えます、そうこれもしかも洗濯機で洗えちゃいます。いいんですか？めっちゃすごいでしょ。エンホールドすごい、そういう結構こう日常の上に成り立つデザインみたいな感じなので、日常的にファッションを取り入れていただけるっていう感じになってますね。しかもなんかまあこういうのだとちょっとまあカジュアルに着ていただけますし、まあこれだとね、このニットを外せば会社でももしかしたら着れるよっていう方もで、上からジャケット着るとかいう感じにしてもらえると、うんうん、まあオンオフ使えるっていうアイテムもすごい多いので、はい、ではじゃあ次着てきます。はい、では続いてこちらもワンピースなんですよ。実はワンピース着てきました。こんな感じです。これはこのちょっとオーバーサイズのシャツとスカートをレイヤードしたようなワンピースになっております。ポケット付きこれめっちゃ可愛くない？サイズ感とかもゆったりめの、これで一応今36、38を着用しております。4本スリット珍しいですね。あ、そう、スリットがね入ってて、多分なんかこのままズドンっていっちゃうと、うん、結構真っ黒なんで重たい感じがしちゃうので、スリットを入れてこうちょっと抜け感をね出してくれています。このシャツにも大きなこうスリットというか入っておりまして、分かるかな、前後左右全部スリット入ってる感じ、ね、かわいい。これはもう超ゆったり着れて体のラインを拾わないタイプですね。とこの大きめのポケット、これまさにオンオフ使えそうじゃない？綺麗にもそう、ちょっと着ていただけるし、結構こうママさん系の学校行事だったりとか、ちょっとなんか結構言われるのが、なんか可愛い服着たいけどなんか学校とか行くとめっちゃ浮くみたいな感じで、そうそう、なんか着ていきにくいみたいな感じで言われるんですけど、エンホールドは本当にそういうちょうどいいところ、なんかおしゃれしてるけどなんかやりすぎてないみたいなものもたくさんありまして、これとかまさに幼稚園のお迎えに行ってもらってもいいですし、そういうちょっと集まりみたいなところも行けますし、これすごい使えるワンピースですよ。上品にも見えますし、でガシガシ動いてもらっても、あ、これ全然こんな感じで余裕で歩いていただけますので、確かに結構お母さんにおすすめかもしれないですね。そうでしょう、これすっごいいいと思う。もちろんそのお母さんだけじゃなく、普通に可愛いんで確かに年齢とかもなんか関係なく、うん、そうそう、問わずにもうなんかみんな着れますよっていうアイテムですよね。でなんかこういう大きめのシャツとかってなんか下何合わそうとかって結構難しいかもしれないですけど、これももう合わせてくれてますワンピース、普通に見てワンピースとは思わないよね、多分手を加える必要はないって感じですね。そう、もうこれもクローゼットからバッて出して、これパッて着てもらえればもうそのまま出かけられますっていうアイテムでございます。優秀、そう、これ超優秀やね。こちらのワンピースもなんと洗えちゃいます。嘘でしょ、素晴らしい、絶対嘘でしょ。こんなさ、なんか一回来て汗かいちゃったら、うん、あ、クリーニング出さないとみたいになるんですけど、これはお家で手洗いしてもらえれば、うん、
またすぐに来ていただきます嬉しいよねこれも本当に。そうクリーニングに行くってなるとなんかもうまとめてとか溜まってからなんか行こうとか、そういう風に考えてるとなんか気づいたら何ヶ月も経っててせっかく買ったお洋服全然着てないみたいな、2回しか着てないとか、そうあるあるなんですけど、そうでしょ来ていただけます。本当嬉しいよね。ありがとうございます。ありがとうございますじゃあラスト着ていきます。はい、ではラスト着てきました。こちらのスカートですね。めっちゃ可愛くないこれ。スカートじゃないみたい。パンツに見えますね。あ、そうなんですよ。このスーツのパンツをちょっとこう崩したというかちょっとこう解体したようなあのデザインのスカートになっております。めちゃくちゃおしゃれですよこれ。ウエストがなんかこんな感じ、うん、そうなんです。ちょっとこう斜めにねなっているような感じになっております。ポケットもちゃんとついています。かわいいこれで、真ん中にスリットが入っているのと後ろにも入ってるか、後ろもちょっと斜めに入ってます。そう、どっから見てもかわいいデザインになっております、うん、でこれもなんかややタイトめなスカートなんですけど、そんなにタイトすぎないし、あとボックスシルエットなんでこうこのお尻のラインはそこまで強調される形じゃないので、割とタイトの中では着やすいスカートなのかなと思いますね。でグレーとこちらのブラックの2色展開でございます。今、身長163センチで36を着用して、結構だからしっかり長めなデザインになっておりますね、うん、こんな感じです。でこれめっちゃかっこいいよね。意外となんかこういうなんかゆるっとしたかわいいニットにも合うし、このちなみにベイジーも合わせてみました。こんな感じでにも合いますし、まあ、シャツとか着てもらったりとか、意外となんかいろんなアイテムと組み合わせて、なんかジャケットとか着てもらったらそれこそちょっとこうスーツっぽく着てもらってもねかっこいいと思いますし、これもなんかやりすぎてなくてすごい使えそうじゃない。そういうのいいですよね、なんかさりげないやつ、うん、そうさりげない、なんかまあこういうこう可愛いみたいなもうデザインに特徴ありますっていうのももちろん、こっちはこっちで可愛いですし、うん、なんかこういうちょっとさりげないやつ、うん、なんか一周した人がなんか、うん、さりげなくおしゃれなやつをね履くのもすごいかっこいいよね、うん、そうなんですよ。だからどっちもこうエンフォールドの中で出してくれるという、こういろんな休みの日はこっち履いて仕事の日はこっち履いてみたいな、結構こうシーンによって使い分けがしっかりできるっていうのも嬉しいですし、まあこれもに関しても全然オンでもオフでもなんか合わせるシューズとかでもちょっと雰囲気も変えられたりとかっていうアイテムもすごい多いので、いやこれもめっちゃ可愛い。今回紹介したやつ全部可愛すぎた可愛すぎます、ね、結構あのエンフォルソドさんのオンライン見てたら完売してました。あれそうなんですか。そうなんですよ。なので皆さんぜひお早めにこの動画を見ていただいた後、オンラインサイト、うちのねミッドウエストの大事ミッドウエストのチェックしてみてください。結構お値段もうびっくりする金額なんで、ワンピースで5万円台とか、こんな洗えて綺麗な素材で使えるワンピースが、裏地もついてますからね。そう、5万円台で買えるなんてことありえるみたいなえみたいな感じになると思うので、もうぜひちょうど本当にねあの今まさに欲しいっていうアイテムが揃っておりますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。